弟は、婦人公論昭和31年1月号から昭和32年9月号にかけて連載された、コーダーアの小説。同著者の流れるについで2番目に書かれた長編小説である。後に、ドラマ化、映画化された。現は17歳の上学生で、作家の父、ママ母、3歳違いの弟の平ロ郎の4人家族である。父とママ母は、 中がうまく行かず、さらにママ母は病のため、家事の一切は学校に通っている玄に頼っている。ある日、平ロ郎は学校で同級生に怪我をさせたとして、ママ母は学校に呼び出されてしまう。その事件を境に、平ロ郎は不良の仲間に引き込まれ、生活が乱れ、不良仲間と悪事を働くようになっていく。玄はそんな弟を気にかける。やがて、 関東大震災があり、今日向こう島から小石川に移した後、ヘキロは結核にかかっていることが分かり、入院することになる。ゲンは感染をも恐れず看病と火事に費やす。強気に振る舞っていたヘキロもやがて病が重くなり、一瞬の家族の和解も虚しく、臨終を迎える。ゲンは止められてもなお弟の最後のお清めを、するのだった。本作は、 コ田綾の弟である成豊がモデルとなっている。実生活において、父コ田露伴ロママ母やつしろの船川元より、ママ母と文、文成豊との希薄な関係やママ母の病により、家事全般を文に頼る、ということも、小説中に反映されている。家族の様子については、ちぎれぐも、みそっかす、記憶の中の広大地族なども参照。 ありがとうございます。